い。昼間お花屋さん、夜はゲイバーをやっております、たかしのお花畑です。みつけさん、お久しぶり。お久しぶりでございます。鹿児島行ってまいりまして。どうでした？楽しかったですよ。砂ブラが良かったしね。あ、良かったですね。そう、特攻隊のとこも行ったしさ、いろいろお勉強になりました。楽しかった。だって前の晩がもうほらもう朝まで働いてそのまま飛行機行ったからもう動画ほとんど寝てるけど私本当すごい自分の才能に驚くよね。本当乗ってね30秒ぐらいでスコンって落ちる何かを察知したようにパンと起きて、何事もなかったような顔してガラガラガラって動くっていうね。すごいもん。すごいすごい、本当に。ようもまあそんだけちょんちょこちょんちょこ寝れるねってみんな言われるぐらい、本当に。逆に疲れますよね。うん。だからそれもすっきり楽しかったですよ。よかったです。うん、よかったです。で今日は何でしょうか。はい、今日はですね、ママがめちゃめちゃ飲んで、自分が飲まない飲み物は何でしょう。みつけがいつも飲むのがジンジャーエールじゃないですか。うん。まあなんかあっちゃジンジャーエール。はい。うん。まあ、私はまあお酒、ビールですね。はい、まあ毎日とは言わずも結構飲んでらっしゃるじゃないですか、ママ。まあほとんど毎日だね。うん。それをまあ30年間続けてらっしゃるっていうこと、うん。はい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 。それを計算したら一体いくらになるんだろう。ねえ。計算？はい。お酒は自分で払ってるお金って知れてると思うよ。はい。あ、お客様にいただいて。そうそうそう。ビールの料金にしときますか。1リットルあたりみたいな。ビールね。うん、ビールだとね、だいたいね、まあでも4本かな、4本。4本飲むとちょっとほろ酔いになってきちゃうので、私、はい、今。だからまあ1日4本。4本ってどの ?334 ミリットルだ。334。うん。まあ、4本飲んでるとして。うん。まあ1リットル。1リットル。ちょっと、うん、まあそんなもんか。1リットルちょっと。1リットルって1リットルって聞くとすごく多く感じるわ。1リットル飲んどんの私これ。ほら体に悪いよ。ほら太ります。これだけじゃないからね、プラスこれ1リットル飲んで焼酎だので、ここにもしかしたら下手するとシャンパン来るじゃん。はいはいはい、うん、ってことはまあ軽くアルコールとしてはまあ2リットルは超えてると思う、ね、1日、うん、まあ、2リットルとして1日週5日働くじゃないですか、はいはい、ってことは 2×5 かける1月と4としてかける4、1年で480リットル、うん、480リットルはどういうことになったの480ってことは1年で480リットルのってことは1000リットルで1トンだ、半分ってこと。だ2年間飲んどれば、うん、1トン飲んでんの。1トン飲んどんの2年間で1トン。やばい、やばいやばい。1トンって聞くとすごいんだけど。わ、うん、かりやすく1年で500リットルにしておきますか。うんうんうん。500リットルぐらい。500リットル。ってことは1年で500リットルだから、それが30年としたら15トン。は？15トン。こんなか細い体に15トンの大量のアルコールが注ぎ込まれてるの私に。そりゃ、もう内臓に感謝、肝臓に感謝よ。やばいっすよ。やばいやばい。分解してもらってありがとうだね本当に。15トン何があるんだろう。浴槽75杯分。ああ、そうやって聞くと飲めないこともないような気もするけど浴槽浴槽を75杯飲む。あ、でも30年かけてだよ、うんうん、じゃあお水ならもっと飲んでると思うけど、うん、お酒だもんね。お酒すごいな。うん、問題はこれがいくらかですよ。うん、30年飲んできたのが350リットル缶でスーパーで買ったりとかしたら200円ぐらい。200円ぐらい、うん、だから200円だから、うん、だから600円だ、1リットル、うん、そうですね。15トンかける600円は、うん、1、10、100、1000万、10万、100万、900万もう1000万ぐらい飲んでるんだね。うわ、それはビールだもん。だってそうだからビールで1000万ってことは、うん、もっといってます。多分いってるよね。でシャンパンなんてあれだよあんた。で高いシャンパンなんて、だってあ、アホほど飲みますあれ。アホほどだよかなアホほどやつないよ。数えるほど数えるほど、うん、でワインなんかもっと高いからね。あ、うん、
ロマネとか行っちゃったら100万だよ。飲んだことあります？あ、1回だけ。ああ、うん、じゃあ1500万ぐらい行ってますかね。行くね。行ってますね。1500万悔しい。欲しいわそんなこと言ったらだけど、またお金の話してだけどしょうがないよね。まあ、そうですね。これ200円の計算してるから、いただいてるお金で換算したらすごい額だね。うん、だからもっと言ってますよね。でもしょうがない。それでほら私生活してるから。今1500万円渡されたらどうします？どうする？貯金する。夢なもう絶対使い切ってくださいって言われたら。使い切る？ちょっとマンションの頭金にしようかなまあリアルなとこはそうですよね。もうね、あれよ、洋服買うとか車買うとか、もうそういうものはなくなった。この間お地蔵さんでも言ったけど、老後の安定よ。そこを目指してる。いかに金を使わずに生きていくかってことを考えてる今使っとるけど、まあ、だいぶ使ってるイメージなんですけど。そうですね、本当にね、お付き合いもあるし、なんていうの、変なところでちょっとこう見え張るじゃないけど、まあ、ちょっとカッコつけたい時もあるじゃん。そういうのがなくなったらもういかんなと思って、だからまあ、って高っって思う時いくらでもあるよ。高い払いたくないみたいな、いくらでもあるけど、そこはもう何事もなかったら、あ、いいよみたいな。それまあちょっとね、歩いて帰るみたいなね。ちょっとタクシーやめようかなみたいなこれ県民性出てんのかな。あ、そうかもしれんね。やっぱ名古屋だから。名古屋ってどういうイメージなの？ケチ？見えっぱり。あ、見えっぱり。ああ、見えっぱりか。確かに見えっぱりあるかもね。今でこそさ、ちょっとおとなしくなったけど、結婚式もだってね、すごいもんね。投げてます本当に。うわー言うて今でも、でも本当今なくなったね、ああいうの。そうですね、少なくなりました、ね。まあコロナもあると思うけど、でですよ、これがお酒だけっていう。そうね。ママの常時かかってるお金として、おタバコ出ました。タバコか。今1日3箱ぐらい。2から3。でも私ね、本当昔からなんだけど、最後まできっちり吸わんのよ。だから途中でこうペッてのはもう口が寂しいだけで、飽きてペッて捨てるから、まんま捨てないと思うよ。昔よく言われたお客さんに、今でこそこう電子タバコになってるけど、前はこう火つけてたじゃん。あれも本当長いと、これぐらいもう長い、もうちょちょっと吸ってパッて消してたから、もうみんながもったいないとかって言われてたもん。でも本当でまたつけるみたいな、なんか やってるみたいな感じだったから。それなんですぐ消すんですか？飽きちゃうんだろうね。タバコだけはね、どんなに寒くてももう吹雪になってても買いに行く。もうじゃ、もうあれだね、ニコチン中毒。やっぱりね、1000円ぐらいまでいかないと、もう今は、どうしようかな、みたいな。これが800円だって、もう高くなったね、800、やだ800円、みたいな。これも買うと思うの。麻痺してますね。で、1000円ぐらいだったら、ちょっと大事に吸い始める。この先っちょだけ残すとかじゃなくて、きっちり吸うっていう。もらえへん。1000円超えたらもう、大きいよね。でもどっかの国1000円超えてますよね。イギリスとか1200円とか、2000円とかもあると思うよ。やばいな。500円として、そうですね、500円ぐらいにしときます、500円として1日3本3箱だから1500円。でもきっちり1週間だから7×4、 1ヶ月でまあ42,000円。なるほど。42,000円かける12だから504,000円。おお、タバコに50万使ってるか。私はかける30年。タバコでも20歳から捨てたから40年だよ。じゃあもっといけ。じゃあやっぱ30年だ。私60になっちゃうじゃん1500万ぐらいぐらいかな。タバコで1500万か。そうだけど、じゃあやめたら1500万貯まってたか、貯まってたかって言ったら貯まってないと思うよ。あ、そうですね。お酒もじゃあ飲まんかったら1000万貯まっとったんかって、そういう問題ではないと思うよ。じゃあこんだけ吸っといて、タバコやめるんで、今日はタバコ吸っといた分2000円貯金しましょうって、やってたら1年間で50万貯まるってことだ。やらんな。お酒とタバコで、まあ、3000万。ありがとうございます。何します？3000万。3000万だからマンション買うっていうの。マンション以外だったら、マンション以外、マンション以外だったら、3000万貯金する
ダメなの？貯金はダメなんだ。貯金させて。お願い。ね、結構ほら、投資とかあるじゃん。はい、ああいうのも私よくわかんないし、持っときたい。あれだよ、酒もやめてタバコもやめて溜め込んだお金だよ。宝くじみたいにちょっとポンと3000万もらったお金じゃないから、3000万ポンともらったら私ほら遊ぶよ。まあまあそうですね、うん、ポンともらったら遊びますわ。うん、でも3000万きっちり酒もタバコも立って3000万貯めたお金よ。ちっちゃく使ってきますかね。ちっちゃく使っていく、大事に大事。でも使いたくない。あ、てかたまる3000万、そんな毎日たまらんたまらんかな。3000を毎日何かの箱に入れるっていう癖をつけるわけ、うん、帰ったら財布から3000抜いてピッて入れる、ピッて入れる、ピッて入れるっていう、そういうことやってく。そうですね、大事じゃない。うん、ダンボール作るわ。こういう放題。数えてないもんね。あれなんかふわーっとさせるとさ、わかんないじゃん。ちょっと折りたたんで固まって。水気そっちの部屋入っちゃかんって。出入り禁止よそこって。でもやっぱでっかい箱じゃないとあれかもしれないね。うん、だからその部屋にわ入るなって言ってんだよ。だからママがトイレ行った瞬間に。そう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 。30年で3000万って安くない？少ない方だと思うけど。安くはないけど。そっか、別になくてもいいもんだもんね。うん、うん、そっか。でもその代わり食がほら、そんなに贅沢してないから私。そう。まあいっか、3000万でやったら何しますか。、はい、私は3000円ずつ食べます。はい、頑張ります。それでは皆様またねー。